皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之です。本日はですね、こちらの商品ですね、このファルカムのケージについてご紹介したいと思います。こういうやつですね。私実はね、この今これ Z8 っていうのを使って、この前は Z9 っていうのを使ったんですけど、ニコンさんのね、このレリーズってここにねつくんですけど、これの規格がちょっと特殊でね、このケージにね、実はね悩んでたんですけど、このファルカムのケージを使うとその悩みが解決しました。このファルカムのケージのご紹介と、それからどんな悩みがあったのかっていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。今まで私が使っていたこのプレートっていうのが何種類かあったんですね。はい、ちょっと一個一個ご紹介したいと思うんですけど、最初ね、このスモールリグっていうメーカーのこれなんかちょっと余計なんですいますけど、これね光るやつなんですよね。夜、こういうのを使ってます。これ L 字プレートですね。こういうふうに装着して、こういうふうに、はい、装着しまして、ここがね、こうアルカスイス互換になってるんですよ。ここはアルカスイスのプレートのついた三脚とかだとこうやって取り付けれると。で、縦構図にするときもこっち側にプレートがついてるんで、こういうふうに縦横の構図の切り替えっていうのが簡単に行えますよっていうのがこの L 字プレートなんですね。私新しいカメラ買ったときは必ずこの、スモールリグなり、どこでもいいんですけど、こういう L 字ブラケットを買うっていうのが一般的でした。はい。で、そのうちですね、軽量化をしたいなって思うようになりました。登山をしたりとか海岸遠征行った時にちょっと荷物を軽くして負担を少なくしたいなっていう欲求が出てきました。その時にですね、次に買ったのがスリックのアイブラケットってやつです。これね、今でもすごい気に入ってるんですけど、 Z8 に合わなかったんですよ。 Z7II っていうカメラに私このアイブラケット、スリックのアイブラケットつけてるんですけど、これね、ここちょびっとなんですけど、ここがねアルカスイスの規格になってるんですよ。ここちょびっとだけ出っ張ってて、だからこれも取り付け、横構図で取り付けられるアルカスイス互換ですし、このちょびっと出てるプレートで縦構図もこういけるっていうね、一応これでガッチリ止まるんですよ。なんですが、この Z7II にはぴったりだったアイブラケットなんですけど、Z8 に使うとね、ここがちょっと干渉するんですよね。つかないわけじゃないんですけど、こうネジを通す穴が2つあって、こっちにつけるとここがねちょっと干渉して、ここ傷つくんですよ。これまあ私ちょっと今何かカーボンシール、スキンシールっていうのを貼ってるんで、カメラボディ自体には影響なんですけど、ここのところがですね、これピントが来るかな、ここのところがですね、こう削れてるんですよね。で、こちらちょっと遠めの穴を使うと干渉はしないんですけど、なんかこう余計に飛び出てちょっと格好悪いってこと、サイズが合わないっていうことですね。ちょっとこれ飛び出すぎですよ、これね。っていうのがあって、ちょっと使用を断念したんですね。で、そのうちですね、まあ、この Z8 っていうカメラ自体は、この動画も撮れるっていうこともありますし、こう、万が一落とした時に、カメラ落とした時に守ってくれるっていう、そういう効果があって、こういうケージを使いたいなって思うようになったんですよ。で、これスモールリグのケージなんですけど、最初これ使ってました。で、これで、まあ、とりあえずこういう風にですね、ケージっていうのが付けられます。これだと、カメラをこう、なんていうか、アルミプレートが覆ってるので、こう、落としたとしても、カメラ本体にこう影響が出にくいという、そういうメリットがあるんですね。あと、動画撮影するときに、ネジとかがいっぱいついてるので、いろんなアクセサリーが拡張しやすいですよっていう特徴もあります。はい。ところがですね、このケージを使ったときに問題点が一つ出てきました。それが、レリーズ端子なんですね。例えばこれ私が使用しているレリーズですね、 SMDV っていうメーカーのレリーズなんですけど、これですとか、あとはこういう端子ね、こういう端子を使って、これスライダーですね、
スライダー、この上をこうカメラが動くんですけど、これでタイムラプス撮るときに、こういうシャッターレリーズとこのスライダーを取り付けてですね、レリーズ信号を同期して撮影するっていうシュートムーブシュートっていうのがあるんですけども、まあ、そういうことをやるときにこのレリーズって必要なんですよ。このレリーズをがここにつくんですけど、もう大体わかりますよね。これね、干渉するんですよ。このニコンのレリーズがね、ちょっと特殊なのもあってね、これ昔からニコンのレリーズにはこの高級機にはこういうのレリーズが使われてるんですけど、まあ、ピンがたくさんあって、で刺す方向もね結構シビアなんですよね。でこれ使おうすると、まあこの通りですね、レリーズが干渉するんですよ。でこのニコンのレリーズはこの L 字以外のやつはないです。ストレートのタイプってないんですよ。全部この L 字なんですね。だから、このスモールリグのケージを使っている限り干渉してレリーズが使えないという問題が起こってきます。だから三脚の上にこれ立ててタイムラプスなり写真撮るならいいんだけど、レリーズを使ったりとか、あとはスライダーとかローテーターとかを使ってタイムラプス撮ろうとするとこのケージじゃできないということですね、っていう問題があったんですよ。なんかうまくいかないなって思ってたんですけど、そんな時に見たの、知り合ったのがですね、このファルカムのケージだったわけですね。でこれだとレリーズが干渉しなかった、うん、ですかね。はい、装着しました。でこれだとちゃんとねレリーズ避けるように作ってくれてるんですよ。だからこうやってレリーズつけて、はい、反応しますね。こういう風にですね、シャッターが切れるという、はい、レリーズ問題が解決したわけです。はい、だこのニコンのレリーズってのはこれがね結構ねねじ込みしづらくてね、もっと簡単にサクッとする企画に変えてくれればいいんだけどなと。ニコンのレリーズってね、あの2個あるんですけど、両方ともねちょっとね独自企画なんですよ。そこがちょっとなんか嫌だなっていつも思ってるんですけど、気に入って使ってるカメラがそういう企画なんだけど、もうまあしょうがないですよね。はい、ということでこのファルカムのケージだとその落下した衝撃も抑えてくれつつ、その、レリーズモードも解消して私の撮影に支障が出ないということで、まあこれに変えたわけですけども、このケージですね、ここは F38 っていう規格になってます。これアルカスイス互換です。だからこのままさっきのアルカスイスプレートの三脚にも問題なくつけれる。あのね、スモールリグのケージっていうのが、スモールリグのケージだとこのカメラの底、ここのところはねアルカスイスなんですよ。あの物によってはアルカスイスじゃないやつもあります。これはアルカスイスなんですけど、縦構図の部分はアルカスイスじゃないんですよね。でもファルカムのこのケージは、ここにね F38 アルカスイス互換の規格がもう一個ついてるんですよ。ちなみに反対にもついてます。はい、ですので縦構図の切り替えもできちゃいまーす、というのも、このケージのメリットですね。でもう一個ね F28 っていう規格があるんですよ。このケージだとこの部分とそれからこの部分と上にもついてるんですね。例えばですね、こういうモニターつけて、撮りたいと。でこれ今下にですね、この F22 規格の なんだろう、こういうアクセサリーがついてるんですけど、サクッといってこう固定ができるということですね。はい、で、あのこの F38 この上の穴ですね、こう見て分かる通り3箇所あるんですよ。だから位置がね3つあって、1個目2個目3個目みたいな感じで、こう位置をちょっとずらして使うっていう微調整が効くっていうのもいいですね。でこの両サイドですね、この両サイドのとこにも、だこれスマートフォンアダプターつけてて、ここにこういう F22 のこのファルカムの、ケージのアクセサリーつけてるんですけど、これでこれですね、こういう風に、脱着ができると。はい、ということでハンドルとか、今みたいなモニターとか、こうトップハンドル、両サイドのハンドルとか、そういう動画系のグッズだったりとか、こういうアクセサリーとか、そういうのが
取り外しができると。で、ここがねアルカスイス互換だっていうふうに言いましたけど、例えばこのアルカスイスのプレートねつけれるんですよ。だからこのアルカスイスって普通はこれ下雲台でこの上にカメラみたいなイメージでしたけど、ここの先にね例えばこういうアクセサリーをこうやってつけることもできるわけですよ。だからなんていうか拡張ポートがたくさんあるんですよね。これ F38 アルカスイスのところ、それから F22 とかやれば1,2,3,4,5 箇所に一応つけれますし、コールドシューもあって、あとは、ネジへの穴がたくさん開いてあるので、こういうところにネジの穴がね、たくさん4分の1インチネジがたくさんあって、こういう拡張性も非常に優れているので、まあ使いやすいなということで大変満足しております。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、このファルカムのケージですね。まあ、L 字ブラケットとか、こういうやつに比べると、ちょっと余計な重さとかは、まあ、発生してしまうんですけども、まあ、それよりも何よりも、落とした時の衝撃が、まあ、少ないっていうのは、非常にいいことかなと思って、非常に気に入っています。で、このファルカムのケージ使うと、今度ファルカム沼が始まるんですよ。F38、F22 のポートを使っていろんなものを取り付けたいなみたいな願望が出てくるので、またこれまた沼なんですけども、まあ、それも私は楽しんでいきたいなと思っています。はい、ということで、Z9、Z8 を使っていて、レリーズがしっかりと取り付けられないと干渉してしまうということをですね悩んでいる方には、このファルカムのケージが非常におすすめですので、いかがでしょうか。概要欄に一応リンク先貼っときますのでお持ちください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも。